こんにちは。今回は鉄道模型で80分の1スケール HO ゲージでトミックス品番が2029-2029ですね。EF81 の300番台の虹型、要するに EF81 の303号機と304号機が虹型に該当するんですかね。で、2024年現在も生き残っているのが303号機で、銀釜としてね、こちらの EF81-300番台ですね、皆さんに親しまれていますよね。はい、でこのステンレス車体がですね、なかなかこういぶし銀っていう感じでね、かっこいいですね。実車でいうとですね、こちら EF81 では、こちらの300番台の、こちらの303号機がね、非常に人気で、もうですね、営業線にはもう出てないんですけれども、EF66 のですね、27号機も人気でしたね。今ですね、左に置いてあります、こちらの大きいのがですね、80分の1スケールで、右に2両置いてあるのが150分の1スケール、いわゆる N ゲージですね。で、こちらなんですけれども、どこまで行くとピンとかな。ありましたね。はい。左側がですね、トミックスで、右側が加藤製になります。で、こちらの方なんですけれども、トミックスの方の N ゲージの方では、特高圧配線ですね、屋根上の特高圧配線は、確かですね、シルバーモールド、シルバーの銀色のですね、成形色なんですけれども、こちらはですね、うちの方でですね、銅色に配線を塗ったものになります。で、加藤の方はですね、加藤の方はですね、どうもですね、長い部分の特高圧配線は金属配線ですね、銅線かなを使ってるんですけれども、なぜかここだけですね、緑色、この外紙と同じ色だったと思うんですよね。なので、ここはですね、なんとなくですね、後ろの配線と同じような色、金地色になるような感じで、自分で色をつけたんですけれども、こちらのですね、HO ゲージのモデルですね、こちらはですね、しっかりと、特高圧配線ですね、どうでしょうかね、金属の、線が、配線がですね、されています。はい、この辺のね、リアルなところも HO ゲージの良い点じゃないかなと思うんですけれども、で、そうですね、パンタグラフですね。パンタグラフもですね、ちゃんとですね、バネが効いてるんですね。だから、ここの部分ですね、一番上は、銅メッキみたいになってるんだけど、プラスチックに銅メッキみたくされてるんですけれども、ただ、下バック部分がですね、こちらのプラスチックですので、上側だけ金属なので、であとスリータンドッチエッジプラスチックなので、このままでは終電はできないんですね。はい、ただバネが効いてるよっていうだけで、架線終電には対応してないですけれども、そんな感じですね。はい、で外紙の色はですね、緑色の、グリスがね、塗布されている様子が再現されていて、グリス塗りたての頃かな、結構しっかりした緑、濃いめの緑ですね。でこれがですね、結構経年経ってくると、こんな感じですね、色が薄くなってくるわけですね。ただいずれにしても緑というかね、エメラルドグリーンチックな、色なんですよね。はい、ではお顔からですね、なかなか本物をうまく再現している気がしますね。はい、実写ではですね、この間の2024年の夏8月入ってからかな、踏切事故でですね、ちょっと損傷しちゃったんですけれども、無事ですね、復帰してまた元気に走ってくれることを願っています。こちらの303号機ですね。はい、
やっぱりですね、この手すりもですね、まあ4点、やっぱりこう、ランナーとの接続部分の跡があるんですよね。で、そうそう。結局これ、ヤスリがけしても、まあ、成型色シルバーだから、ヤスリがけしても中からシルバー出てくるんでしょっていう理論からすると、まあ、ヤスリがけすれば、まあ、綺麗になるって話なんですけども、でも、この様子からすると、どうでしょうね。スリがけしてもダメなのかな。スリがけしたら綺麗なのかな。さあ、予備部品ありますんでね、ちょっとそれで試してみますかね。で、予備部品でそれで試して綺麗になればね、それに交換すればいいだけのことですから。はい、ということでですね、試しですね、ちょっと上下室扉のところのですね、手すりですね、を、まず600番ぐらいでですね、ヤスリ掛けしてみたんですけれども、結局やっぱりランナーとの接続部分っていうのは、平滑にできてもですね、もう成形時でこう、まあ、銀色成形なんだけど、だからまあ銀色のね、ラメは入ってるんですけれども、ここのところの接続部分っていうのは、銀色になりきってない感じらしいので、ヤスリがけしてもダメですね。はい。平滑になるだけで、綺麗な銀色にはならない。ですので、まあ、これを綺麗な平滑な銀色にするためには塗装するしかないんですけども、このパーツってナンプラですよね。塗料の食いつき多分悪いっていうか、すぐ剥がれちゃうと思うんですよね。で、塗料が剥がれてくるとなると、もうこの状態よりも、こう、ちょっと、ランナーの接続部分が黒くなってんだけど、そこの部分よりも汚くなっちゃいますよね。はい。比較用にですね、加藤の EF81 を持ってきたんですけれども、こちらはやっぱですね、こう、パーツにランナーとの接続部分っていうのが、そうですね、表側には来てなくて、まあおそらくこの可動性の場合は、まあ非常にね、よく考えられているのか、パーツのこの車体の、こう穴に看護されている部分ですね、ありますよね。そこの部分がランナーとの接続部分になっているんじゃないかなっていう気がしますね。だから、手すりの露出面ですね、綺麗に平滑になってますよね。ただ、問題はですね、この成型色が車体の色とかけ離れていることですね。こちらのワイパーなんですけれども、こちら、アップできるかな。あ、できますね。こちら、金属製です。で、今回、こちらのワイパーにしてもそうなんですけれども、別パーツのこのパーツ部分ですね。こちらの車体への取り付けは、全体的に、ちょうどいい環行という感じですね。スムーズにいきました。ということでですね、きつすぎて入らないってことはなかったですね。緩い場合はですね、軽くボンドをですね、つけてあげればですね、ちゃんとついてくれるんですけど、きつい場合はですね、開口を大きくしたり、場合によっては部品側をですね、くさび状に削ったりしないといけないので、ちょっとリスキーなんですけれども、今回はですね、全体的に、環行がサクッっていうかね、スッっていう感じでね、滑らかにいきました。でですね、どうしてもですね、まあ、可動性の HO ゲージにしてもそうなんですけども、こちらの前面の手すり、窓下の手すり部分っていうのは、どうしてもたわみがちですね。今もちょっとですね、ここたわんじゃってるんですけれども、まあ、ちょっとですね、弱い力でね、ぐっとこう押さえてあげれば、治るかなっていうところなんですけれども、で、それからですね、こちらのですね、窓の下の部分ですね、ヘッドマークステイですかね。EF81-303 号機の上の部分ですね。こちらは、別パーツで金属パーツになっています。ワイパーと、まあ、同じような感じの別パーツって感じですね。で、数字の下の部分の、出っ張り部分、こちらは成形なんですけれども、で、その下の、手すりですね。こちらも、別パーツですね。横方向に2つあるのがですね。
それから、テールライトとテールライ、テールライトの間にある、ちょっと光沢が違って、見えるところありますよね。つてとかありますよね。ここも別パーツになっていますね。はい。で、テールライトの外側の縦方向の手すり、こちらも別パーツで、その下の、連結器の、テコの部分ですね。こちらももちろん、N ゲージと同様なんですけれども、こちらは、同様なんですけれども、あ、そっか、手すりもそうか。縦方向の手すりも同様ですね。N ゲージと同様に別パーツになっています。それからですね、ホース類とかですね、こちらも、別パーツになっています。はい、ということでですね、前面はこんな感じですね。はい、左の HO ゲージと、右の、N ゲージですね。どちらも、トミックス製で比較はしているんですけれども、いかがですかね。で、加藤の、まあ、今回これ EF81 もつけたんですけども、EF510 は、あちらはですね、本当に先ほど話しましたように、車両本体ですね、は安く求められて、ただいろいろ手を加えたい人向けに、ちゃんとパーツも、まあ、別売りでね、用意されているっていうのがありますね。はい、屋根の比較ですね。片一方は、抵抗器カバーが、まあ、シルバー、銀色で、屋根が黒。で、手前側の EF8300 の方は、まあ、屋根全体がですね、まあ、灰色になってるっていう違いはあるんですけれども、ちゃんと両方、ボルトとかね、ビスとかも再現されてるんだ、こちらもね。外資のグリスの表現は、加藤の場合は、まあ、経年塗布してから立ってる感じが再現されているんですけれども、だと思うんですけれども、まあ、それから両方とも金属配線には、まあ、全て特高圧はなってるのかな。感じですね。加藤製とトミックス製の、まあ、車両の長さなんですけれども、加藤の電気機関車、昔はですね、縮尺の縮め度合いがちょっと弱めで、ちょっと大きめにですね、オーバーサイズ気味に作られてたっていうのが有名なんですけれども、今回のこの製品で比較すると、逆にですね、トミックス製の方が、車体長、車両長さ、長い感じがしますね。まあ、N ゲージの場合は、アーノルドがね、まあ、標準でしょ、まあ、世界標準でしょ、みたいなのがあるんですけれども、HO の場合は、こちらの自動連結器が逆に、まあ、世界標準みたいなもんなんですかね。HO ゲージの世界ではこちらの自動連結器タイプが、まあ、標準っていう感じだからなんでしょうかね。ホビーセンター加藤の東京店の方でですね、まあ、以前こちらのですね、HO ゲージ用の、まあ、ボディがですね、1個300円で売られていたので、まあ、このようにですね、あるわけですね。はい。こうやって映すとあれだな、トロみたいなね、寿司ネタのトロみたいですね、なんか大トロと赤身みたいだな。前面部分から、まあ、側面にかけてさらっと映していくとこライトなしで映すとですね、まあ、こんな感じですね。ということで、こちらはですね、2エンド側になります。2エンド側ですね、光が当たってない状態、影の状態でちょっと暗めに映すとですね、こんな感じですね。で、1エンド側と2エンド側でですね、このスカートの、
ホース類ですね、ジャンパー線とかの構造が違っていて、こっちの方はですね、ゴツゴツしてる、ごちゃごちゃしてますね。こちら側の側面の方はですね、特高圧配線、金属パーツが使われている様子がよくわかりますね。と、まあ、こんな感じですね。ちなみにですね、それぞれの各部品を説明書通りに、全部つけた場合なんですけれども、まあ、所要時間としては、まあ早くて数時間かな、2、3時間、なんか大体3時間前後ってところじゃないでしょうかね。結構この角度で映すとヘッドライトってでかいんだな、という感じですね。で、いつものことながらですね、無線アンテナは開口が必要で、で上級者向けっていうふうになってますね。で、今回なんですけれども、今回もうなのかな、こちら開口してないで、実は両面テープで止まってるんですね。開口して失敗したら大変ですからね。それから、N ゲージの、EF6627 号機事件あったじゃないですか。説明書のね、記載が間違ってるっていうね。ああいうのがあるので、もう説明書の記載でとかね、事業どうこうっていうのはもうやらないで、だからもう屋根上ですね、車体にはもう開口しないで、もうそのまま、両面テープでですね、固定しました。これだと要するにちょっと曲がってもですね、まっすぐに位置の修正簡単にできますからね。こちらですね、説明書の、取り付け部品ですね。こんな感じ。ですね。まあ、大体ですね、今回は、予備部品が、それぞれ1個ずつっていう感じですかね。で、こちらなんですけれども、こちらなんですけれども、側面用、前面用なんですけども、基本的にそんなにね、サイズが違うかというとですね、前面用の方は、裏側にですね、線が入っていて、で、パーツを曲げやすいようにちゃんとなっています。ナンバープレートの取り付けなんですけれども、前面用ですね。なんかこの説明書の記載だけ見ると、読むと、約10度。こう、車体の個体角に合わせて、折り曲げられるの？しかも、やっとことかなんかこう、うまく、こう、綺麗に垂直が出るように曲げないと、曲がって曲げるって変だな。そうし、ちゃんと垂直が出なくて、曲がってしまったり、斜めに曲がる、なんかそれも変だな。まあ、そんな感じになってしまうんですよね。その可能性があるんですけれども。で、それからまあ、とこ使うにしても、こううまく粘着力の弱いものとかを使うなりなんなりして、養生しながらじゃないと、多分これ金属パーツって結構塗料剥がれやすいんですよね。なので塗料剥がれる可能性があるじゃないですか。で、これどうやってこううまく曲げるんだよと思ったんですけど、前面用は何のことはない。パーツの裏側にですね、綺麗に軽く曲がるように、ちゃんと溝がですね、できてるんですね。
なので、まあそんなにね、意外と前面用のパーツ、ナンバープレートも、意外とスムーズにね、貼れましたね。はい、今回はですね、HO ゲージの、EF81300 番台の電気機関車1両ということで、15両編成の電車とか、16両編成の新幹線と違ってですね、短めにまとまっています。ということでですね、こちらの映像ですね、私がですね、撮影した動画です。今回も最後までご視聴ありがとうございました。